everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。8月30日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋をお送りいたします。今日のですねリスナーさんの名前を叫びますわ。アレックスさん、ホークスもいいけど、ドラゴンズも応援してね。滑り王子マスクマンでございます。はい。とにかく今気になるのは台風の動きですよね。なんか二つも台風がどうなってしまうんでしょう。沖縄の皆さん気をつけてくださいね。ゼニコミスキーと。朝晩ですね、だいぶ涼しくなってきまして。エアコンこの間つけっぱなしに寝てしまったんですけども。いやーちょっとこれ寒いなと思ってエアコン切ったんですけども、あれはつけてた、風邪ひいてたかなと思ったダンサーズでございます。温度下げすぎた？下げてない。涼しくなりましたよ ね、 そういうことですね。最近朝ね、明け方、うん、はい、はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは部活、部活、サークル、クル、クル、クル。今週のテーマは部活サークルです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイト、マイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリ、またはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日は電話ゲストコーナーがあります。東海共和株式会社国内物流部執行役員、石田さんになります。22時13分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用命は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、自動車整備士を目指す方、奨学金返金不要、名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海共和、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康幸フリージャーの花。芋掘りイベントは八重瀬町グッシャン芋生産組合、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、メールご紹介します。はい、お願いします。ダンサーズさん、みそにこみすきーさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。おばあからもらったプライベートジェットさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ、部活サークル。中学時代、何か運動部に入ろうかなと思いましたが、球技は苦手だったので、消去法で陸上部に決めた感じがしました。陸上部に決めましたってことですね。走るのはそんなに苦ではなかったので3年間続きましたね。おーすごい。長距離走の他に 400m や砲丸投げなどいろんな種目も経験することができてよかったなと思っています。皆さんは走るのは好きですか、ということでございます。砲丸投げ、砲丸投げすごいね。で、おじさん、走るのはね、若い時は良かったですね。早かった？早かったですよ。どうだろうね、中学生ぐらいまでかな。で、あの長距離もね、なんか両方ともね、得意だったんですけど、やっぱりこう部活で、おじはね、部活入ってなかったもんですから、やっぱり陸上部のね、こういう、ね、男の子たちなんかはね、
やっぱり早かったですね。小学校から高中学校があった時に絶対負けないぞと思ってても、うん、やっぱり強い子いましたね。早い子とかね。ああ、それはね。うん。だからね、走っても負けましたから、うん、やっぱりその時にもね、上には上がいるなと思いましたね。そんな感じでね。今はね、うん、今は全然ダメよ。今はね、走るところの騒ぎじゃございませんね。うん、ちょっとこのお腹周りにね、ラードがつきすぎてね、うん、足もつれちゃうもん。走って、こう、ラードを落とすっていう作戦はどう？あ、それはこうね、うん、ジョギングってやつですね。ね。もうそういうのはいいんですけどね、はい、前、ちょっとね、本気出してね、どうかな、20メートルぐらいね、ダッシュしたんですね、うん、そしたら太ももの、ね、裏がねプチって言いましたから。まずい、うん、やっぱり肉離れですね。お、うん、軽いね、肉離れが起きましたね。まあ、運動もせずにね走るとね、うん、よくないです ねいい年越えたおっさんがね走るとこうなりますよね。葛飾のちいさんが追加してラードで滑るって、まあ、ね、おっしゃる通りですね。ギネスさんが追加す部活サークル、高校の時入ってた部活の最高成績が県大会ベスト4、あと1回勝てば九州だったって。うわ、すごいですね。ねえ、うん、そうか、まあ、いろいろ、ね、というか、でもね、部活の最高成績は書いてあるんだけど何の部活かが書いてないんですよ。あ、ちょっと気になりますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ではいきますね、はい、本日のテーマ部活、リスナーのハートを逮捕する銭形警部さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。小学校卒業時に水球クラブを家庭の事情でやむを得ず辞めた私は、水球をやりたいという思いが捨てきれず中学に入部しました。水泳部に入部しようとしましたが、学校にはプールがなく、あ、そうなんだ、友達の誘いでサッカー部に入部し、主にディフェンダーを任され、中学2年までやっていました。高校は部活には入らず、帰宅部というよりも私立高校のため、自分で学費稼ぎのアルバイトの日々を過ごしていましたね、ということです。あら。ねえ。でもな、あ、でも、学校にプールがないってことが、中学校ですよね、うん。プールがない中学校があるんですね。ね、珍しいです。沖縄は海があるからプールないんですかね、うん、そんなことないですよね。じゃあプールの代わりに海で泳ぎましょうっていう。ね、プールがないんだと思って、ちょっとそこにああって思ったんですけど。うん、水泳部があまりないってことかな。うん、ね、プールなかったら水泳部できないですもん ね。そうか。はい。で、まあ、それでサッカー部、うん、いいですね。ね、サッカーやってらっしゃったんですね。サッカー部はですね、うん、まあ、なんていうの、この下半身の太もものね、うん、素晴らしさがね、うん、本当にいいですね。王子が見ててもかっこいいと思いますからね。うん、またそういうところが、ね、女子高生のお姉ちゃんなんかがこうね、激写してるっていうね、うん、そういう方もいらっしゃいますよ。おだまり。あ、あんつばさんが、中学2年にプールできたよって。あ、そうか、途中からできたってこと。へ、そうなんですね。海が近いと、やっぱりあんまり、プールないんですかね。うんうん、ね、そうかな。でも、あつまさん、ちょっとね、大丈夫ですかね、台風接近中ですからね。うんうんうん、そうですね。気をつけてくださいね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、噂をすればどうですね。あんつばさんからですね。ありがとうございます。あら、今日はあんこの翼。あ、そうそうそう。王子、磯さん、ダンサーさん、こんにちは、あんつばです。台風11号が地元に向かってで、今日は朝から台風対策をしていましたが、うん、嵐の前の静けさみたいな感じで静かな地元ですよ、うん、ということでございます。あ、まだ静か、ま、だでも静、うん、怖いですね、逆に静かなのがね、また、うん、そうだ ね気になりますね。はい、テーマ部活サークル、中学生の時は野球部で陸上部を兼任していた私ですが、今は走ることもできずサークル的な感じでやっているのはグラウンドゴルフです。おお、今ベストスコアの40打の壁に阻まれて、今年だけで10回ぐらい出してて、先週土曜日のチャタンの大会で40打の壁を突破しようとしたら、最後のコースの 50m を2打で決めきれずに40打の壁に阻まれてしまいました。ここまで来たら王子にすがるしかないので、王子アドバイスをしてください。
どうですか、グランドゴルフ。いや、これ簡単なことですよね。何何あのまあ、やっぱりあのね、ラードを塗ると、あの、違反になりますので、あの、自分のもう、脇汗かなんかをね、こう、ボールにちょっとこう、つけていただいてね、あの、滑らかな転がりをするように。地獄を見るわよ。あとはね、あの、王子なんかね、まあ、昔、ちょっとだけゴルフやったことがあるんですけども、うんうん、こう、パターなんかの時に、あの、こう、構えたらね、すぐ、ね、王子打ってたんですね。あの、あんまりこう、考えすぎずにね。うん、もういいかな。え、時間です。あ、そうですか。時間なの？はい。あれ？そうなのね。じゃあ、無の心境で打ってください。はい、はい、では、ゲストコーナーになります。はい、タイムの後は。はい、石田さん登場です。はい。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターAnd Object の実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年。サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うなら、お母さんに会いたい。その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、フリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？一人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は098-998-4010。ぐしちゃいも生産組合、あさとに電話したらいいさ。はい、電話ゲストコーナーです。本日は、東海共和株式会社国内物流部執行役員、石田明さんです。こんばんは。こんばんは。ご無沙汰してます。半年ぶりですよね。そうですね。3月ぐらいだったと思いますけども。そうですよね。はい。まあ、お三方の皆さんね、今も放送聞かせていただいたんですけど、はい、お変わりなくお元気そうで。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。で、いつも聞かせてもらってます。ありがとうございます。ありがとうございます。初めての方もいらっしゃると思いますので、すいません。改めて石田さん、自己紹介の方、お願いしてもよろしかったですか。あ、はい。私ですね、会社名が東海共和と申しましてですね、名古屋港を基盤としまして、港湾運送事業ということで、まあ、ちょっとね、聞き慣れない、事業だと思うんですけど、まあ、主にですね、船会社さんの、まあ、船の作業とかですね、
まあ、それに付随する、まあ、ターミナル関係、まあ、コンテナを入れ出しするターミナル関係の運営とか、あと、まあ、倉庫の作業、あとは私どもがやってる、まあ、物流営業ですよね。あと、国際の方では、輸出輸入関係の取り扱い、あと、特殊なところでは、単コンテナ事業ということで、まあ、液体なんか入った化学品のタンクなんかの貯蔵とか、洗浄とか、まあ、ちょっと特殊的な、部門もありましてですね。まあ、そういった、海を、基盤とした、まあ、物流関係、作業関係の会社でございます。はい、ありがとうございます。はい。以前もですね、ちょっとお聞きしてたのが、結構その、名古屋から沖縄へ運ぶというものが、まあ、メインでお聞きしてたんですけども。はい。はい。この部分で私聞いてなかったのが、沖縄から名古屋へ運ぶものというのは、主にどういったものを運んでられますか？名古屋から沖縄、これも全国ですけど、まあ、沖縄以外の、まあ、東京、名古屋、はい、大阪、九州から沖縄へ運ぶものは、はい、本当に沖縄の方は、いろいろ商用していただく地域になるもんですから、はい、様々なものが本土側から運ばれるわけなんですけど、はい、逆にですね、今、ダンサーさんおっしゃった、はい、沖縄から本土っていうのは、やっぱり少なくなってですね、はい、いわゆる、まあ、季節的なものもあるんですけど、もずく類と、もずく関係ですね、食べるもずく。そういったものとか、まあ、まあ、サトウキビのから、まあ、原糖ということで、砂糖の元になったりするものとか、一般的なそういうもので、生産されたものが、いわゆる工業品とかそういったものがあんまり本土の方に運ばれるということは少ないエリアではなるんですよね。そうするともう、生産物、まあ、例えば、まあ、食料品関係、まあ、あと今ですと、砂糖となる原料のもの、こういったものが主に、運んでられるということですかね。ん？あれ？あれ？あ、大丈夫でしょうか。あ、大丈夫です。はい、どうぞ、すいません、どうぞ。はい。主にその、まあ、原料となる、まあ、例えば砂糖キビとか、そういったもう、まあ、野菜とか果物とか、こういったものが運ばれてるものが多いということになりますか？あ、そうですね。ただ、そういったものもですね、船が専用の船で運ばれることが多くて、私もが取り扱っている船で運ばれることはあんまりないんですよね。はい。はい。マスクマンでございます。お久しぶりでございます。あ、どうもご無沙汰しております。お久しぶりです。どうも、私はですね、ちょうど2日ぐらい前ですね、飛島のね、物流センターにね、お邪魔しましたけども、ね、やっぱり東海共和さんの従業さんたちのね、その動きを見てるとですね、安心安全ね、という形でこの材料をね、私たちに提供していただけますので、よく見ててもね、いろんなこの、まあ、発注書があって、それをまあ、事務方の方に見せて、そこからね、マスクマンさんちょっと取りに行ってください、いいですよ、中に入ってくださいっていう順番で、材料なんかをもらうんですけども、やっぱりそこには最初にその発注書を受け取る方、でそこから、品物を載せる方、サポートする方っていうね、分業制になっててですね、まあ、とても、まあ、間違いのないようなこのスムーズのね、形で材料を受け取らせてもらってますので、まあ、これならもうね、こちらも本当に安心安全でね、そういうものをいただけるということでね、いつもね、素晴らしいこの働き方だなと思って見てますけども、石田さん、声は届いてますでしょうか？若干ですね、ごめんなさいね、見苦しいであって申し訳なかったんですけど、ちょっと聞き取りにくい点があったんで、ごめんなさい。ちょっと今、スピーカー目一歩上げたんですけど、ちょっとすみません、聞き取りにくければごめんなさい。今は大丈夫ですよ。あ、そうですか。はい。で、今ね、物流センターにね、一人のことについてね、ちょっとお話をさせていただきましたけども。うん。マスクマンさん、ありがとうございます。はい、弊社の代わりに、本当にうちのスポンサーぐらいな形で、説明していただいて、ありがとうございます。本当にですね、マスクマンさんはじめですね、各ね、多様多岐にわたるお荷物もお預かりしてますので、
やはり非常に慣れるお客さんにはちょっとご不便なり、手間をかけてる部分があるかもしれないんですけど、まあ、本当に関所みたいな形、まあ、関所といっても古い言葉になっちゃうんですけど、いろんなところでまあ受付して、チェックして、お出しして、まあ、ミスのないように、人に、来られたお客様の、まあ、ご迷惑かけないような形は、心がけてますので、まあ、そういった部分では、ちょっと待っていただいたりすることもあるかもしれないんですけど、ご満足いく形で対応、まあ、特に安全という部分に関してはですね、まあ、当社は特に気を使っておりますので、ご迷惑かけないような形で、まあ、今後対応できればと思ってます。ね、いつもね、こう、私ね、一人にね、行かさせてもらいますけども、本当にスムーズにね、いつもね、いただいてますので、まあ、雨降っててもですね、いろんなところにこう誘導していただいて、こちらでやってください、というふうにね、温かい心遣いを、ね、いただきますのでね、とっても感謝しております。素晴らしい、本当に感謝でございます。こちらこそありがとうございます。こちらこそ。石田さん、一つ、味噌煮込み好きです。ご無沙汰しております。ご無沙汰します。一つちょっと、一番最初にご紹介いただいたことで、もう少し、聞きたかったことがあるんですけれども、コンテナ保管についてちょっとお聞かせいただけますでしょうか。はい、はい、まあ、海外から、まあ、入ってくる、まあ、コンテナなんですけど、はい、まあ、一般的に、よくね、道路とか、走って見えるコンテナなんかもあるかと思うんですけど、それ以外に、専用のですね、まあ、タンクコンテナというところで、あまり名古屋港の方でそういった保管とかですね、はい、洗浄とか、取り扱ってみる。これ、いろいろ消防法の問題とか、まあ、安全の問題もこれ関わってきますので、はい、まあ、そういったところを、まあ、当社は、特に特化する形で、あ、まあ、もちろん、消防の方もですね、まあ、許可を受けて、そのスペースを、取り扱って、保管をしているようなイメージになりますので、はい、どちらかというと、まあ、専業的なイメージになるので、まあ、他社にはない、まあ、ちょっと大げさな言い方ですけど、名古屋港のオンリーワンぐらいな取り扱いで今やっておるのが現状でございますね。はい。なるほど。そうですよね。結局荷物、物流も、結局荷物も、やはりね、一時保管っていうのも大事ですからね。そういったことでちょっと特化していらっしゃるということですよね。ありがとうございます。はい。はい。やはり化学薬品とかそういったちょっと特殊なものも結構あると思うんですけれども、そういったところにもお強いということでよろしいでしょうか。そうでございますね。はい、特に一般のですね、まあ、ドライコンテナというね、はい、まあ、一般的なコンテナですと、まあ、各社さん対応されて見えるんですけど、はい、まあ、先ほど、三島組織さんおっしゃったですね、はい、タンクタイプのコンテナで、まあ、中身にそういった化学品とか、危険品的なものが入ってるコンテナっていうのは、ある程度増置場所、保管場所が決められておるんですよね。あ、まあ、そこは、名古屋港の各社の倉庫における、ない荷物もあったりもするもんですから、はい、まあ、それは私どもが、まあ、専用にですね、届け出を取って、まあ、認可を受けて、まあ、保管させていただいて、デリバリーをしていると、はい。そんなイメージで思っていただければと思います。そうですね。いろいろやはりね、消防法とかいろんな法律も関わってきますから、ね、そのあたりもやはり、ね、そういったことに特化しているところっていうのはやはり少ないということですよね。そうですね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではですね、改めてですね、ご紹介させていただければと思います。本日は、東海協和株式会社、国内物流部なんの、お電話番号ですけども、はい、番号申し上げます。052-389-7817、052-389-7817、こちらまで、もしお荷物を運びたい、いう方いらっしゃいましたら、ぜひお電話してご相談いただければと思います。はい、石田さん、どうもありがとうございます。いろいろとご説明いただきました。ありがとうございます。はい、まあ、コンテナのお話も、ね、させていただいたんですけど、やっぱり私ども、はい、も今日、まあ、番組出演させていただいてるんですけど、やっぱり沖縄への輸送が、はい、まあ、一番の部署になりますので、はい、まあ、リスナーの皆さんも沖縄の輸送が特にですね、そういったご利用する機会があればですね、ぜひ今、マスコミに触っていただいた電話番号の方にご一報いただければと思います。今日はどうもありがとうございました。はい。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。東海協和株式会社、国内物流部執行役員石田明さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。
カープボーイさんが、はい、ツイキャスできています。はい、なんか小学校の低学年の時にキャプテン翼にハマってサッカーが好きになって中学からサッカー部に入ろうと思ったけど6年生ぐらいの時に武蔵野剣でまたまた剣道もいいなって思って中学校の時に部活申し込みするところで目の前に上手やったから思わず書いてしまったけど1年でやめたって書いてやめちゃったんですね。やっぱりね、スポーツもね合う合わないがありますからね。ねえ。あのみそちゃんはなんか部活やってました？部活は中学校の時は美術部でした。ああ。はい。だからつむつむ上手なんだ。つむつむ、つむつむと美術は関係なくない？ああ、なんかこう手先器用かなと思って、なんか絵とか描くわけでしょ？美術部は。そう、なんか絵は好きだったんですけど、なんか今すっかりなんかあんまり上手じゃなくなったかもしれない。あ、でもね、やっぱりこう基礎が、うん、ね、ある方はやっぱり、何もねやってない方よりか上手だと思いますよ。なんかでもやっぱりあれですね、うん、ちょっとこうパソコンとかスマートフォンとかこうね出てくるとあんまりこう鉛筆とかペンとか使うことが少なくなったので、うんうんうん、なんか自然的に絵を描くのもね減ってきたかななんて思いますけどね。うん、うん、まあまあそうですね、うん、まあ字書くことはね、うん、まああの、まあ、皆さんこう仕事上であるかもしれないですけど、いやでもあんまり鉛筆とか持つ機会って減ったんじゃないですか。鉛筆は少なくなりましたけどね。ボールペンは持ってますけどね。あのね、王子シャーペン好きなんですよ。あ、そうなの。あれ未だにいろいろ書いたりしてるの、ね。シャーペン好きなんですよ。パソコンとかじゃないわけ、ね。パソコンは、うん、あの羊の方にやっていただいて。あ、羊やってるね。やっていただいて。はい、じゃあメールいくつ紹介しても大丈夫ですか。はいはい。はいはい、岐阜の8人のバーバーさんです。ありがとうございます。ます部活ですけれども、私はいろいろな部活に首を突っ込んではすぐにやめていました。卓球部に入るとひたすらラケットを振る練習するので嫌になって3日でやめ、バレー部に入ったのはいいけど、ボールを受けることができず避けてばかりで結局やめました。演劇部に入るといきなり全員で泣く練習を始めたので無理だとやめてしまいましたよ。今思えば本当に根性なしだなって反省しています。なんか一つでも続けていたら私の人生も変わっていたかもねっていうことです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあエンディングです。はい、ありがとうございます。来週のテーマは運転。転転転。来週のテーマは運転です。車の運転、機械の運転相談のエピソードをお送りください。この番組は芋掘りイベントは八重瀬町ぐっしゃん芋生産組合、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之フリージャの花、ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、アートワークウェブサイト FMJG、 陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を目指す方奨学金返金不要名古屋トリプル A と、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、高級木材のご用命は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。